えーとだいぶ伸びてしまったんですけどもえっ、ー、とね納豆縄瀬船長っていうまあなんていうのかなこれ今今の段階で言うと瞑想系ちょっと何がやりたいのかちょっとよくわかるジャンルがよく分からないけどもなんかヘズマーにスパーリングを申し込んだり、えー、となんかぼったくりバーに潜入したりなんかで、ね、本人は完全懲悪系というかそういうのなんか悪者退治というか。 そんな感じで行きたいみたいなことを言ってたんだけども、今のところ見るとなんかいろんなので、あのー、視聴数が稼げるやつをなんかいろいろ試してるみたいな感じの、瞑想っぽい感じの、まあユーチューバーですかね。で、川崎の人で。で、まあ自分はまあそんな、バイクで行くと意外と近いんですよ。あの、ゲートブリッジとか使って。 あのダイバー経由で行くと1時間半ぐらいで行けるのか、うん、それで行ってきましたねあの、火曜日に。で、めちゃくちゃ暑くて36度超えなんですけども、うん、ってことで、まあ、午前中、暑くないですなので、午前中やろうってことで行ったものの、まあ、それでもめちゃくちゃ暑かったんですけども、なんかね、なんで伸びたかっていうと、まあ、いろいろあって、あの、ヘズマリュウと船長は、ヘズマリと、まあ、いろいろなんか、 まあなんか飲み会とか行ったりしてたみたいで、ヘズマリュウがあ,のあれがかあのコロナかかったじゃないですか。で、その時にまに船長も、あのーまああのー、接触してたってことで、でコロナの可能性があるってことで、僕とのコラボも控えてたんですね。あの僕が、まあ、糖尿なんで あのかかると結構まずいのでってことで、うん、で結構もう3ヶ月くらい前から言ってたんだけども、うん、でまあ時間があったので、えー、とス,パスパーリングっていうかねなんか練習会みたいな感じにちょっと付き合ってもらった感じですねそれとまあそれプラスまあ船長自体がなんか、えー、と音楽やって音楽やってたみたいなんでちょっと歌教えてもらってまあ 自分の悪いいところとか、うん、キモい感ど,どこがどうキモいのかっていうのをちょっとメカニズムをメカニズムというか客観的な期待のない意見をちょっともらアドバイスをもらって、うん、そっちの方が自分としてはねあの価値があったんだけども、うんまあ、そんな感じでちょっと会ってきましたねで自分の方が腕力があって体重も重い場合に 相手の攻撃に対してその腕を、まあ、真正面からパンチを当てて。 でその腕を潰しに行くとかもしくはパンチが真正面から飛んできてそれを横から車のワイパーみたいな感じであの副動作でワイプ自分はワイピングって呼んでるんですけどもそれを複動作で腕をぶつけて腕を折り,折りに行くみたいな形でその方法で優位に立てるんじゃないかっていうちょっと検証がしたかったのでちょっとやってもらいましたね。 まずは普通のスパーリングみたいな形で、まあ、準備運動というか意外とねでもやってみたらね身長差1 5センチあるんですけども身長差はそんな感じなかったですねだから背高い人とやるときのこの、まあ、1 5センチくらいまでならまあ顔面にまあ届くかなっていう感じの感覚はありましたねこう動画で見てもなんかそんなに身長差は感じなんかねちょっとね 一番最初にちょっと筋的当ててしまったんですけど、うん、こう見るとやっぱり体型は気持ち悪すぎますよねあの洗面器の排水口みたいな形で水で蓋するようになってるじゃないですかあのヘアピンカーブみたいな形であんな感じの体型ですよねあこれはルール的にはフックボクシングルールでまず最初に軽くやってみようってことででも結局はやっぱりパンチ合戦になるああとね動画のねちょっとね横の幅 場所が悪くて取れてないところがあるので船長のページいけば多分そのうちアップすると思うので一応2つ用意してやったんだけども意外と取れてなかったっていうか切れちゃいましたね、うん、でね画質的にはいつも 480p でやってたのを 720p でそれでいつも使ってるデジカメで。 720p でもできるのでただそれやっちゃうと時間が短いからやってなかっただけで,でこれでこう見ると画像的にはもう十分ですね。うん、だから自分の動画に関して言えばまあ 720デジカメで十分というかいろんな人に言われてたんですけどももうちょっとこだわった方がいいみたいなハンディカムというかそのデジカム買おうかなと迷ってたんですけどで次はあれですねワイピングというかその相手がパンチしたところを横に折りにいったりとかそのパンチ自体をパンチしにいったりみたいな形でやるたまにどうなるかっていうそれで通用するのかでこう,こう見ると。 うんちょっとね無理があるというか当たるもんじゃないっていうのはまあやってて分かりましたねうんだからまあ、この技はまあ使えないということがまあ5秒で分かったんでまあ、今回はまあいい練習になったと自分では思いますね、うん、これグローブはねこっちらがちょっとね2オンス軽いのかなあっちが16でこっちが14オンスかなうん こちらは硬い,いってことかうん多分えじゃあ体力的にねちょっと厳しかったんでま,まあまあもう分かったんであれが必要したいってことはえっ、ー、と今度やるのはハイテンションゴーっていう技ですねえっ、ー、とモンキーダンスと突進相撲ですね相撲とモンキーダンスの合わせ技で、うん、まあ体重あるんだであればそれで突進しながら、まあ、腕を腕 まあ優位に立ててるんじゃないかっていうこんな感じでまあ、終始構成だったんだけどもあのちょっとカメラが切れたとこにまで行っちゃってでまあ綺麗にはま撮れてないっていうねただまあ戦況的に言えたこと言えばまああの終始優位に立ててまあ、審判によってはスタンディングダウンと言えるようなはなったのでこのパターンしかないですね結局。 あの素人が体重が有利で腕力がある素人がまあ経験あっまず経験者えっと船長は3年ぐらい総合かなかなんかの格闘技をやっててだから経験者ですねうんでなんで経験者とやりたかったかというとまあ前の動画でまあその朝倉の動画とかえっと中川選手あのキックボクシングのチャンピオン にボここにやられた。やられたっていうか、その、まあ全部打ってもらったんだけども。で、あれの動画とかでコメント欄で来たのは、まあ、経験者には絶対勝てない。あの、相手が軽量級だろうとも経験者には絶対打撃では勝てないみたいなこと言,言われたんで、まあじゃあやってやろうって感じで、えーどうぞ、経験者の船長を選んで、まあやってもらったんだよね、今回は。で、結局はまあさっきのその、えっ、ー、と、ハイテンション号でいけば、まあ、 戦えなないいいことはないっていう状態であれでまあ顔面には思いっきり入れてないけどもあれであのわちゃわちゃ、うん、わちゃわちゃ感でわちゃわちゃやりながら本気のパンチを一発入れるみたいな形で戦っていればまああのやり方であれば戦えないことはないと。で最後なんですけどもまあ結局格闘技はまあ踏み込みの速さっていうかその駆け引きからの。 いかに先に自分が踏み込めて相手にあの、うん、攻撃を届かせるかってことなのでちょっとそれはちょっとスポチャンであのどっちが踏み込み早いかっていうのはあの分かるのでちょっとそれをやってみました、まあ、これもちょっと位置が悪いんですけどまあちゃんと見たかったらその船長の方のチャンネルにそのうちあ投稿すると思うので船長もまあ平日の真っ昼間から。 190の大男と160キロの大デブが何やってんだって感じなんだけどもこんな暑い中、うん、まあそんな感じで、まあ、これに関してはまあまあちょっと勝負つかなかったんですけどまあ引き分けみたいな形でまあいいんですね、うん、でまあそう、うん、まあこんな感じでまあ終わっちゃったんですけども、うん、自分としてはまあまあじ検証はできたのでこれでまあ十分自分としては、まあ、スパーリング2回目 ですけども、まあ、成果というか大体分かったので、うん、結局やっぱり自自分分の戦戦いいい方、方有利ななをすするしかないんですよね。体力的には、まあ、ハイテンション号で突、ま、進、あ、してって、まあ、20秒30秒ぐらいが限界だとは思うんだけども、まあ、今の,そのトレーニングしてない段階でね30秒ぐらいが限界だけども戦えないってことはない,でないし、まあ、経験者にまあ,あれだけ、まあ、やれれば。 まあ,あれ以上やってても、まあ、体力的に負けたから負けるから持久力で、まあ、反撃されるだろうけどもまあいいとこでやめて自分が有利なとこでやるこれこれ,これも一つの技というか、うん、カナダ生まれの,その技で肩上げっていう技があるんだけどもまあ自分が有利にな,なったところでやめちゃうっていうねこれ片揚げっていう技術なんだけどもまあ今回はいい収穫になりましたねでまあ今後はもうちょっと自分もちょっと自信ついたのでまあ道場破りというか まあいろんなジムに行って一番強い人とやらせてくれみたいな経営者でもいいけども一番強い人とやらせてくれみたいな形でリアルで凸するみたいなこともやってもいいかなと思いましたね。これ見てるアンチの人とかいればいつでも自分をやるので来てもらえればいつでて先住とか辺りまで来てもらえればいつでもやるので特に経験者。 体重の軽い経験者でまあ本当に通用するかみたいなのをやっていきたいとまあ思いますねはい。